今日はですね、こちらの足利の栗田美術館の方に来てます。今日はすごく集まってます。だいたいね300台近く来るって言ってたけど、今のところ150台ぐらいかな、パッと見来てますね。イタリア限定ですね。イタリアばっかりかな。でもアメ車も来てるな。っていうイタリアっていうわけじゃないんだな。外車縛りかな、どっちかっていうと。こっちはアバルト以外の外車か。すごいですね。やっぱりアバルト多いね、こう見ると。黄色が今日は多い。水色軍団もいます。いろんな色とりどりのカラーがあって。水色。よくこれだけこの色が集まってるな。すごいな、爽快だねこれ。全部、お、なかなか派手派手な。こう見えてですね、一応前アメ車乗りなんですよ。まあコルベットじゃなくてカマロですけど、コルベットすごいですねこれね。このコルベットはねすごいですよこれ。あ、僕が欲しかったコルベットはこれですね。このコルベットはいいな。すごいなこれ。ですね、今会場からちょっと足利市内をね簡単に巡って帰るところです。まあ、足利は昔住んでたのでそこそこ詳しいですね。まあこの辺青春時代の場所なので懐かしいなと思って。もう30年以上経つな。30年前、景色がねそれほど変わってないところが驚きましたよ。あ、30年経っても変わんないんだなみたいな。500m先左方向です。
ここ足利の市駅と、足利って市駅と JR 駅が2つあって、市駅っていうのが浅草に行く道駅で、足利の JR っていうのが桐生とか佐野とかに行く両毛線っていうやつなんですね。懐かしいなぁ。おー、ここは学校だったとこだ。懐かしいなぁ、懐かしいな。これ自動車学校だ。いや、懐かしい景色です。いやー、よく走ったなここ。ほんとめちゃくちゃ久しぶりですよ。30年以上ぶりですね、ここ来たの。今日会場はですね、イタシャもいたし、アメシャもいたし、 BM もいたっていう感じで、まあ外車は何でも OK だったのかな。でもメインとしてはアバルトかなっていう感じですね。でアバルトが多分7割近くいたのかな。124も結構いましたよね。今日はねイブデザインさんと会って、イブデザインさんね、あの杉浦マネージャーという方にお会いして、ちょっとね僕のね考えてるとあるパーツをぜひ製品化してもらえないかなっていう相談してきました。これはあったら多分みんな欲しがるんじゃないかなと思って、まあ自分でね設計して作ってもいいんですけど、やっぱり自分でねものづくりしてる関係上、そういう製品化してなかなか売ろうとは思わないんだよ僕個人ではね。ちょっとイブデザインさんあたりが出していただけたら、アバルト乗り、フィアット乗り、みんな喜ぶんじゃないかなっていう相談をねしてきました。まあ何を頼んだかは内緒なんですけど、まあ、早速なんか企画が考えてくれるって言ったので、まあ、もしかしたら商品になるかもしれませんね。いやイブデザインさんはね、製品が本当クオリティ高いです。特にあの塗装の技術がすごいなと思いますね。どこで塗装させてるんだかよくわかんないですけど、まあぜひですねちょっと僕のデザイン、僕のアイデアが形になったら面白いなと思いますけど、この辺はねすごく田んぼがあって電信柱があって、あの岩井俊二さんってね、あの映画監督でいらっしゃいますけど、彼の映画で使われたことのある場所もこの近くで、すごくね有名ですよ。もうちょいね佐野寄りに寄ったとこなんですけど、足利と佐野との間ぐらい。いい映画だったな、あれ。あれはあの蒼井優さんのデビュー作ですね。蒼井優さん今も結婚しちゃいましたけど、当時は女子高生かな、女子中学生、女子高生の役かな。あの映画は衝撃的だったな。ほんとね足利で、ああこういう景色が足利で撮れるんだなんて思った。ほんとねびっくりしましたよ。こんな何気ないとこがね、足利をああいう芸術性のある方が撮るとこんな風になるんだと思ってね、ぜひ皆さんも見てみてください。すごくいい映画ですよあれは。特
に学生の頃見るといいな、あれはな。まあ大人になってからもね、学生の頃の気持ちを思い出すのにいいんですけど。そんなわけで、これから友達のところへ寄って帰ります。それでは今日もご覧いただきありがとうございました。それではまたご覧ください。ありがとうございます。バイバイ。